はい、どうも、メヘロちゃんです。ニュース一本。文春オンラインからですね、生活保護を受けられない大学生は自己責任に努力が足りないと批判するっていうのは、当事者の世間の偏見に思うことっていうことでですね、記事ありますと。で、言うたら、貧困学生のことについていろいろ書かれているんです。で、おじさん的には見出しを見たときにはですね、大学行ってるのに、なんていうかね、生活保護っていうのわけわからんと思ってですね、いうところなんですね。で、記事の中ではその虐待ですね。そもそも、豊かではない、家庭環境であったりとか、虐待を知らず知らず受けている、言うたら若者がですね、自分の家から逃げるということで、選択肢として、大学に行くというようなところ。で、その学費とか、あと、言うたら、アルバイトでですね、アルバイトを奨学金で学費と生活費賄って、行くというところなんですけれども、体壊してですね、一時的に生活立ち行かなくなった際に、大学辞めたくないということでですね、生活保護を受けたいなというところで、紹介しているというところなんですね。でも、実際にはですね、大学は辞めてから申請してくださいということで、言われるというところなんですね。それを、なんていうんですかね。審査自体が、別に受けられないわけじゃないのに、その窓口で、ペイってされるのはですね、これはもう憲法違反ですと、いうことを言うてるんですけども、そういうところからですね、紐解いて、虐待の事例とかを挙げているというところなんですね。週刊文春は別に左寄りでもないんで、こういう記事書くんやっていうような形で見てるんですね。で、それですね、大学生で、一時的に生活保護を受けるっていうことは、それダメだよ、ということを言ってるけども、なんていうんですかね、虐待を持った子供について、ちょっと一定数理解した方がいいんじゃねえのっていうようなところで、話がありますというところなんですね。で、いろいろ書いてるんですけども、個人的なところで言うと、言うたら、貧しい家庭っていうのは、どこでもあってですね、虐待の家庭っていうのも、あるんでしょうと、実態としてはね、あるんでしょうと。で、言ってしまえば、切れるカードって限られてるんで、やれることを、やると。言うたら、高校卒業して自衛隊に入るとか、あるいは、大学進学でもですね、東大って確か、ただなんですね。ある程度の収入以下の場合は。ただなんですと。だから、必ずしも、開かれてる門戸はゼロじゃないんですよ、というところは先に言っときます。ただ、実態として東大に入れる人の平均年収はやっぱり1200万ぐらいはあるんですと、世帯年収は。で、バリバリ塾に通ってっていうようなことをしてですね、入っているっていうのがもう今現実問題としてあるんで、それを、門戸が開かれてるっていうのも、それは一つ、ちょっと極論だし、それは、なんていうんですかね。そら、形だけやんっていうようなところもありますと。で、あとは奨学金と、あと、特待生ですね。私立とかでも特待生になれたりするんで、そういうのを狙うっていうのも一つだと思うんですけれども、その辺、のところは、制度をそもそも知らないとかね、いうのがあったりするわけですよ。給付型の奨学金とかもあって、ただ、おじさんもね、ちょっと、あったんですけど、どうせ1人とか2人なんですよね。大学で。だったりとか、あるいはその財団法人がやってるやつも、門戸が狭いんですよ。でも実態として、それに申し込む人ってめっちゃ少ないんですよね。存在知らないから。なので、そういうところを狙いに行くとか、言うたら、探せば方法はゼロじゃないので、あれなんですけど、結局のところ、そういう、貧困家庭であったりとか、虐待家庭の中で、その日その日の生活がですね、いっぱいいっぱいの場合、そういう情報を収集するっていうこともなかなかできなかったりするんで、そのあたりのところ、難しいんじゃねえのかなとは思うところではございます。で、じゃあ高校を卒業して、高校で、出て働いて、そこから社会人大学で大学を社会人学生として進学するっていうのも手だよね、というところなんですけども、やっぱりその高校を卒業してからの就職っていうのはですね、給料も少ないというところがあるので、なかなか大学行くための学費が貯められませんというようなところで、いろいろ書かれているのが、
まあ、今回のオンラインの記事でございました。で、まあ、そうですね、まあ、自分がそういう家庭にいたらどうだっていうところはあるんですけれども、まあ僕のところもね、あれなんですよ。浪人はダメって言われてましたから、そこのところはもう本当に生きるか死ぬかだったと思います。一発勝負。で、なんとかまあ立命館をたくさん受けて、たくさんというか立命館の経営学部をたくさん、なんとか方式で受けて、まあ一個だけ通ったっていうような感じでございます。で、個人的なところで言うと、じゃあどうすんねんって、金がない中で、じゃあどうすんねんって言ったらですね、一つは防衛大学とかに行くっていうのが一つですよね。大学行きながらもお金もらえるようなところに行くであるとか、まあ奨学金を借りてうんぬんなんだけども、その何年間か、まあ教育学部とかそうでしたよね。何年間かそこの県で働くっていうような条件でおればですね、まあ言うたら、奨学金免除になったりするんですよね。っていうようなところがあったりするんで、まあそういうのをですね見据えて、まあいろいろ勉強するというのが一つで、まあ、もう一つはもう高校卒業して働いて、まあ、それで、やれることをやるっていうことちゃいますかね。市役所とか、まあ、公務員とか高校で卒業して、取ってくれるところもあるんで、ちょっと給料は少ないかもしれないですけども、そういう、まあ、言うたら家庭環境が複雑だというところであれば、まあ、自立をするっていうのがまず大事になってくるんで、そういうところで生活立て直してですね、やっていくっていう風にやるのが、まあ、おそらくいいんじゃないかなと。それはもう、言い悪いというか、倫理観がどうのこうじゃなくて、もう、打てる手としてそれぐらいしかないっすもんね。なので、もう個人的にはそうなんかなと思ったりします。まあ、だから大学行って生活保護を受けるっていうのはちょっとわけわからんので、なんかやっぱり、まあ、わけわからんっておじさんが思うぐらいですから、世間はもうもっとわけわからんと思ってるんでしょうね、いうところなんで、それは、自分の打てる手札でやるっていうことが大事で、まあ、だってそんなこと言い出したらおじさんたち、歯学部に行けたと思いますし、歯学部っていうのは、歯医者の方ですよ、とか、ね、まあまあ、いろいろあると思うんですよ。なので、まあ、それはもう持ってる手札で勝負するしかないというようなところですし、致し方がないかなと思います。で、まあ、今って別にその、大学に行ったからどうのこうのって、それはもちろん就職の時ではありますよ。だけども、まあ、副業的なところであったりとか、例えば市役所で働いてたら、まあ言ってしまえば、銀行からの借り入れとか、すごい有利なわけですよね。だからそういうところを考えると、それで不動産を買って、自分で不労所得を増やしていってやっていくであるとか、あるいはまあ YouTube で一発当てるとかもありますよね。なので、まあ言ったら打てる手で勝負を、打つっていうようなところで考えたら、その以前に比べて、言うたら働くしかない。サラリーマンしかないっていうふうに考えたら、やっぱ大学行って、箔つけていかないといけないっていうところなんですけども、最近、その、まあ、リストラクチャリングもあったりとかですね、いろいろ、まあ、ある中で、自分の手で、食っていかないかんっていうことになったらですね、まあ、ラーメン屋はまあ、よく潰れるんであれなんですけども、自分で、自分のコミュニティを作って、ファンを集めて、で、それで商売やっていく、まあ、何のサービスをするかにもよりますけども、まあ、何かしらですね、そのファンビジネスっていうんですか、やっていくであったりとか、まあ、それこそ YouTube や配信とか、まあ、特に女の子なんかはもう今配信は全然稼げるんで、若い女の子であればもうそれだけで多分稼げるっていうようなところ、まあ、もちろん喋りの創作にもいますよ。ただ努力さえすれば多分稼げる世界なんで、だからそういうところでですね、チャンス転がってると僕は思うんですよ。だからおじさんですら、言うたらまあ支援いただいたりできるレベルでですね、今、登録者も増えて、まあいろいろオフ会もしてとかやってるんで、それができてるってことは、女の子の若い子であればもっとできると思うんですね。で、男はまあどっちにしてもちょっと難しいところあるんですけども、でも、美形の男の子であれば、その ASMR であるとか、あるんですよ。まあ、ホストまがいのことかもしれないけども、ホストよりも、まあ、もうちょっと稼げるようなものもあったりするんでですね。まあ、そういう、従来やったらどうしようもないことも、今なら、その、SNS 使ってですね、できることもあるので、そういったところの視点とかも必要なんじゃないのかなと、思いながら、記事を見てたところでございます。以上です。